2人組漫画ユニット梅で原作を担当している小沢と申します。作画を担当している瀬尾と申します。我々2人で漫画描いてまして、デビューしたのが2001年、しばらく週刊連載をやった後に東京トイボックス、大東京トイボックスというあのゲーム業界を舞台にした漫画を描いて、それがドラマ化もしたりとか、一応うちの代表作ということになってます。秋葉原っていう街がすごい面白い街で、いつの時代もマニアックな街なんですね。一番最初は第二次世界大戦が終わった後に真空管とかのパーツを売っている街になって、その後オーディオの街になって、その後パーソナルコンピューターの街になって、今ではフィギュアだったりとか萌えだったりとか、そういうふうな趣味の街になっている。代表作と言われている東京トイボックスっていうゲーム会社を舞台にした漫画のここは舞台になってますね。主人公が小さなゲーム会社に勤めています。もともとは彼は大きなゲーム会社にいたんですけれども、そこを社内のトラブルがあって辞めてというか追い出されて、で小さなゲーム会社を自分で立ち上げて、それで本当に作りたいゲームを作っていく、そんな風なお話になってます。いくつかモデルになっている会社はあるんですけれども、中でもアクワイアという会社があります。サムライだったりサムライド、最近だとアキバストリップ、いろんなゲームを作ってる会社なんですけれども、そこの会社のゲーム制作のドキュメンタリーの本があって、それをベースにしていろいろなエピソードを参考にして作ったお話です。もうそこからたまに飲みに誘ってもらったりとか、お友達関係になってコラボ漫画描かせていただいたりとか、あと G3 のキャラクターが出てくるのかな、ゲーム内にあります、ね、ストリップ2ですね、2ですね、うん、はい。東京トイボックスはすごく実際の風景を写真に撮って、それを起こしているというふうな形を使ってるんですけれども、何が困ったって、秋葉原っていう街がどんどん変わっていくんですね。で久しぶりに今回行ってみたら、最終回の頃の背景をそのまま使うことはもうできないですね。ずいぶん入れ替わりましたね。マンセだけは絶対いつもあるかな。東京トイボックスでも確か夜食で差し入れでマンセのカツサンドを持ってくるシーンがあるんですけど、もうあれはずっとあるんで安心しますね。谷中銀座はそう秋葉原ともちょっと近いんですけど、東東京で割と有名な商店街ですね。夕焼け団団っていう階段が有名で、そこ降りてなんかこのブラブラコロッケ食べたり、ちょっとビール飲んだり、楽しい商店街ですね。週末になると本当に歩けないぐらいに人がいますね。まあ、近所なので仕事が終わった後ちょうどいい距離にあって、ちょっとパーッとできて楽しいので、割とフラッと行きます。
原稿が終わった後、だいたい金曜日か土曜日に終わるんですけど、ちょっとしたお休みを谷中銀座あたりにブラブラ行って、いちご屋さんっていう酒屋さんがあるんですけど、そこでちょっと一杯飲むのがもう楽しみです。もともと漫画読むのが好きで、4、5歳ぐらいの時から見よう見まねで書いたりしていまして、大学を卒業するタイミングで一回ちょっとチャレンジして書いてみました。まだ賞は取ったけどプロにはなれなくて、そんな時に小沢が書いた話が面白かったので、それをコミカライズして賞を取ってデビューまでつながったので、だったらもう一緒にやろうっていうことになって、でペンネームが梅っていう猫の名前、その当時飼ってた猫の名前ですね。漫画家って何だろう、どこかで自分の人生を切り売りしているところがあるので、まあ子供が生まれたらやっぱり子供もネタにしてしまうし、プライベートは全部いつかは作品になってしまうのかなと思う部分もあるんですね。うちの場合には僕が全部料理をしているので、料理の話とかもいろいろ書いたりもするし、南国友宗谷っていう漫画はよく沖縄に行くのが趣味だったので、年に 2,3 回行くので、それも漫画にしちゃいましたね、うん、結局そうですね、人生を切り売りしてるだけですね。僕は小学校の頃にちょうど日本で個人向けのコンピューターみたいなのが発売されてきて、それを子どもの時に受けた最初の世代なんですね。その影響もあってゲーム業界を舞台にした漫画も描いたし、スティーブ・ジョブズを主人公にした漫画も描いているし、あとは実際にその漫画を描く作業においても全部フルデジタルでやってますね。描いていた雑誌では初めてでした。その流れもあって日本で初めて Kindle でセルフパブリッシングで漫画を出したのはうちですね。仕事をするっていうのはすごいかっこいいことだと思っているところがあって、もちろん分かりやすく悪いやつをやっつけるとか、スポーツでかっこいい動きをするっていうのももちろん漫画の見せどころとしてあるんですが、一見するとすごい地味でどこがかっこいいんだか分からないんだけれども、そのかっこよさを拾って読んだ人にかっこいいって思わせる。うちの作品を読んでゲーム業界に入りましたとか、辞めそうになって辛かった時にあれ読んで頑張りましたとか言ってもらえて、書いてる側はもちろん頑張ってねとかやる気になってねと思って書いてるわけではないんです。もちろん精一杯書いてるだけなんだけれども、それを読んだ人がやる気になったり頑張ったりしてくれてるというのはすごい嬉しいですね。仕様を一部変更する。仕様というのはゲームの設計図のことですね、スペックですね。仕様を一部変更するというのは、ゲームの現場で必ずあることなんですが、スタッフからすると絶対にやってほしくないこと。その場合にもちろん申し訳なさそうにお願いしていくのも正しいんですけれども、仕様を一部変更する堂々ということによってみんながああってなんとなく飲まれてしまう、そういう時に使ってほしい言葉ですね。